ペヨーテ。ペヨーテ、ペヨートル学名、ローファフォラ・ウィリアムシーは、サボテン科ウバタマサボテン属、ロフォフォラ属の植物。トゲのない小さなサボテンで、アメリカ合衆国南西部からメキシコ中部に原産。和名は、ウバタマ、ウバタマ。ペヨーテは、ナワトル語で青虫を意味する、ペヨトルが語源である。これは全体に、青虫のような産毛が生えていることから来ている。ペヨーテはメスカリンを、はじめ様々なフェネチルアミン系アルカロイドを含んでおり、アメリカインディアンを中心に治療薬として使用されている。ウバタマサボテン属の植物は、成長が極めて遅く、野生では地上部分の大きさがゴルフボール大になって花をつけるようになるまでに約30年もかかることがある。栽培株はかなり成長が早いが、それでも発芽してから花をつけるまでには6年から10年が必要である。成長が遅く、また収集家やインディアン相手のペヨーテディーラーによる乱獲も激しいとから、野生のペヨーテは絶滅が危惧されている。地上に出ている円盤状の部分を地下の海茎から切り離し、乾燥させ、ボタン状にしたものをそのまま噛んだり、あるいは煎じて飲むことによって、幻覚などの精神的効果が得られる。ただし、ペヨーテは非常に苦く、効果が得られる前に吐き気に襲われることが多い。頂部を切り取った海茎からは再び地上部が再生するが、失敗すると弱って枯れてしまう。通常、精神的効果を得るのに必要なメスカリンの量は、300から 500mg であり、これは乾燥ペヨーテ約 5g に相当する。効果は10から12時間ほど続く。適切なセットとセッティング、心構えと環境条件で服用すると、ペヨーテは、形而上学的、霊的本質と一体化するような深い自己洞察をもたらし、同時に鮮やかな視覚、聴覚の共感覚を引き起こす。ネイティブアメリカンチャーチでは、インディアンたちは、アルコール依存症や、様々な内的な問題、疾病の治療のためにペヨーテを用いる。いずれにしろ、インディアン以外の者が、ペヨーテの治療効果を期待して、これを摂取する場合には、インディアンの儀式のように、経験豊富な、ペヨーテ老、シャーマンや、呪術師のような人物に常に付き添ってもらうことが推奨される。Handbook of the North American Indians。1910年はペヨーテについてこう記述している。いくつかの限られた研究がアルコール依存症に有効であることを裏付けている。また長期的なペヨーテの使用者に認知障害は見られなかった。薬物を用いていないものよりも幸福感や肯定的な影響が強かった。生涯におけるメスカリンやペヨーテの使用は精神科の薬が処方されることが少ないことに関連している。視覚的体験が再燃するフラッシュバックについて、儀式への定期的な参加者500人へのインタビューでは報告されていない。ペヨーテは記録に残る限り最も古い時代から北メキシコのウイチョール族などのメキシコインディアンによって伝統的な宗教儀式の一部として使用されてきた。ウイチョール族は年に一度秘密結社を組織し、数日かけて徒歩で原野へ赴き、ペヨーテを狩る。また、儀式で得た幻覚を色鮮やかな図柄の織物にする。16世紀のスペイン語現代、イーストリア・ジェネラル・デ・ラス・コサス・デ・ヌエバ・エスポニアには、父目家族は幻覚を伴う陶酔を起こすサボテンのペヨーテを常日頃食べているために、彼らはとても強く勇気があり、そしてまた、そのために彼らはあらゆる危険から、守護されると信じている、と記されている。16世紀にメキシコやペルーを征服したスペイン人宣教師は、ペヨーテをキリスト教が禁じる予言をもたらす悪魔の根と呼んだ。彼らはこう書き残している。ペヨーテを摂取することで霊的な治癒力を得る、という、この慣習は1870年代にインディアン移住法によって保留地、リザベーションに、強制移住させられ、飢餓に陥った合衆国のアメリカインディアンたちの精神復興運動の一端として広がった。アメリカインディアンでは、合衆国では唯一のペヨーテ自生地であるテキサスを領土としていたコマチ族とカヨワ族がいち早くこの儀式を取り入れ、合衆国の白人の人類学者、ジェームズ・ムーニーによって、ネイティブアメリカンチャーチとして組織化された。現在では、アラスカからメキシコまで、幅広いインディアン部族が、ペヨーテの儀式を行っている。代表的なペヨーテ儀式の祭司には、数族のレオナルド・クロードックがいる。現在のペヨーテ儀式の隆盛は、クロードックによるところが多い。なお、チャーチは合衆国でのペヨーテ儀式の形態であって、メキシコでは、有史以前からの形態で、ペヨーテ儀式を行っており、両者は違うものである。合衆国のペヨーテは、減少気味で、テキサス宗教では白人のペヨーテディーラーがおり、テキサスではペヨーテの所持、販売が自由であるチャーチに法外な値段でペヨーテを売りつけ、価格を吊り上げていて、インディアンたちは、白人は神聖なペヨーテをドラッグ扱いにしてビジネスの対象としているとこれを批判している。このため、インディアンたちは独自にペヨーテの自生地、ペヨーテガーデンズを確保して採集している。彼らインディアンがこれを採集する際は、白人のように根こそぎ掘るのではなく、再び育つ、洋上部の実を切り取る。現在も、ペヨーテ採集のために、全米のインディアンたちが、その自生地である、ペヨーテガーデンズを訪れている。合衆国憲法が、インディアンの宗教の自由を1980年代に再認定していった後も、ペヨーテ儀式を行うインディアンたちは、白人の連邦保安官によって不当逮捕されることがままあった。一度、ナバホ族の保留地で、クロードック夫妻がナバホ族に招かれて儀式を行った際に、変装して儀式に入り込んでいた白人保安官が全員を逮捕するという事件があった。裁判で争われたこの事件は、インディアン側の全面無罪という歴史的判例となっている。1994年に、アメリカ連邦法は、インディアンの信仰の自由に関する法律で、誠実な宗教的儀式の一部として、チャーチのペヨーテの儀式で用いる場合にのみ、インディアン以外のアメリカ先住民を含まない、インディアン民族にだけ、特別にペヨーテの収穫、買い、所持、消費を認めている。ただし栽培は認めていない。ペヨーテ儀式を取り扱うインディアンの呪い師は、連邦政府が発行する。認可証を所持し、これに臨むのである。1970年代に作家で文化人類学者のカルロス・カスタネダが著作ドン・ファンの教えで紹介したことにより、白人のニューエイジ層を中心にペヨーテへの興味は再燃した。カスタネダにペヨーテの使用法を指導したとされるヤッキインディアンのドン・フアン・マトゥスは、自生のために人がペヨーテを使用した時にのみ感知。できる、ある存在をメスカリと呼んでいた。しかし、後年のカスタネダの著作では、高められた新世界に到達するには、このような精神作用を持つ薬物は必要ないとしており、一般的方法としてのペヨーテを使用は強調していない。カスタネダの著作は、後年の人類学的研究により、その信憑性は否定されており、いかなる動機のもとに行われたが不明だが、創作であったと一般に考えられている。ネイティブアメリカンチャーチは、ペヨーテを例の薬と呼び、様々な疾病やアルコール依存症、他の社会的病理と戦うために使用する。儀式、ペヨーテミーティングは大抵、ペヨーテ TP の中で夜間から明け方にかけ、行われ、呪い師がペヨーテを切り分けて、水を挟みながら、これを食べ、またはお茶にして飲むことで勧められる。味は甘く、喉に使えるので、吐きたくなれば吐いてもよく、そのための缶も用意される。リチャード・アードスは、キリスト教で、生産を受けるようなものと例えている。キリスト教との集合色も強く、聖書の一節が読み上げられることもある。チャーチは水鳥を象徴とし、参加者は赤と青の2色に分かれたショールを身にまとう。このチャーチはのペヨーテ儀式には、平原式と南部式とあり、平原式では、炭火を見守る儀式の進行役は、ロードチーフと呼ばれ、シダーの粉を火にくべて、香を炊き込む、シダーチーフ、入り口で参加者を案内する係と、太鼓を叩く者の4人で儀式は行われる。儀式ではタバコが浄化に使われ、亀の甲羅や瓢箪のラトル、ガラガラやペヨーテファン、水を祝福する羽線が振られる中、ウォータードラムが鳴らされる。これに合わせてペヨーテの歌が歌われるが、これは長らく男だけに許されてきた。レオナルド・クロードッグの妻のマリー・クロードッグは、女で初めてペヨーテの歌を歌ったのは自分でると語っているが、異説もある。儀式はペヨーテの歌を歌いながら朝まで続けられる。朝食には最初に水が出され、この水は必ず夜明けとともに汲んだものでなくてはならず、これを汲んでくるのは女性の役割である。その後、ペミカン、チョークチェリー、コーヒーなどが出されるが、この朝食の前に、ロードチーフによって次のような説明が行われる。食事が終わると、最初に水を飲んだ者が、おはようございますと挨拶をし、儀式は終わる。南部式のネイティブアメリカンチャーチは、半月の道、ハーフムーンウェイと呼ばれ、トウモロコシの皮のタバコが吸われ、清めには、ブルダーラムのタバコが火にくべられる。進行役は、チーフペヨテと呼ばれ、土を盛った半月型の祭壇が TP の中に作られ、この祭壇の上半分は白い砂、下半分は赤土になっており、細いペヨテの通り道が祭壇上まで切られている。ペヨテは平原式と異なり、目をつぶさずにそのまま食べる。レオナルド・クロードックは、部族の伝統儀式を現在も取り仕切る伝統派のロイ氏であるが、上述したように、ペヨーテの儀式も新しい儀式として取り入れており、大いなる精霊であるペヨーテこそ、私の師であり、教育者であり方だと語っている。20世紀数族の伝統派のロイ氏、レームディアーは、自分の体を犠牲にする他の儀式に比べ、インスタントな儀式だと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。